お笑いコンビ、ジグザグジギーが、22日深夜に放送された NHK、オンバト、第4回チャンピオン大会、の4代目王者に輝いた。お笑い界の登竜門として様々芸人をスターに押し上げた同番組は、この日の放送をもって15年の歴史に幕を閉じる。最後の王者となったジグザグジギーの2人は、最後の王者に決まった瞬間両手を上げてガッツポーズ。頑張ったけれど涙が出ない、と笑わせ。今まで優勝とか1くらいになったことがなかったので、本当に嬉しい、と初体感に喜びを爆発させた。年間4くらいでチャンピオン大会に進出したジグザグジギーは、ファーストステージを学校が舞台の、席替え表の名前、を使ったコントで勝ち抜き1くらい通過。ファイナルステージでは前のコントの続きを思わせる、卒業式の送る言葉、のコントで882キロバトルを獲得した。昨年、芸人として活動していることを両親に打ち明けたばかりという池田まさるは、早速親に報告したい、と満面の笑み。名前を使ったネタには2人揃って、センスの塊、と自画自賛すると、まだセンスの貯金があるので、これからもこういうネタをやっていきたい、と余裕を見せていた。オンバト、第4回チャンピオン大会、には他に、年間ランキング上位の残前寺、年間1くらい、スーパーマラドーナ、同2くらい、D、ゲーセ、同3くらい、S×L、同5くらい、ブルエ、リベア、同6くらい、風藤松原、同7くらい、学天速、同8くらい、ボーイフレンド、同9くらい、後ろシティ、同10くらい、視聴者投票1くらいのニッチェが出場した。番組の最後には、司会を務めた柴崎幸夫アナウンサーが、この番組は常に新しい笑いを追い求めてきました。その志はこれからも変わりません、と感慨深く挨拶。締めは、新しい笑いを生み出すのは挑戦者の皆さんと笑いを愛する。あなたたちです。というおなじみのセリフで大団円を迎えた。